オリンゴです。今ですね、12月24日クリスマスイブの5時46分でございます。今日朝から何も食べてなくて、朝ねヨーグルトを食べた、そっからね何も食べてなくて、もうめちゃくちゃお腹が減ったんですよ。それで買ってきちゃいました、フレッシュネスバーガーのフィッシュバーガー、フィッシュバーガーを買ってきました。あとねスープ、ベジタブルスープを買ってきたので食べたいと思います。もうお腹めっちゃ空いたのでね、まあイブだしね、なんか一人なんですけどちょっと動画を撮るというねことを口実に来てみました。ちなみにこれゆいちのなんだけどねではいただきたいと思います。なんか普通にめっちゃ忙しい人とか多いと思うんだよね。なんか休みの人がいるってことはさ、忙しい人がいるってことじゃん。だからこっち側の人だとさ、クリスマスも何もないですよねって思って、一人でねご飯食べる人もいるかなって思ったんです。今日だからね、私は普通にハンバーガーですけど、みんなと食べながらクリスマスの思い出なんかを話していきたいなって思います。まあクリスマスの思い出なんて特にないっていうか、多分忘れてんだよね。忘れてるな私。いただきます。絶対美味しい、絶対美味しいっていうさ、女子はなんかぶりっ子みたいな、なんかネタがあるらしいんですよね、あの芸人さんの。めっちゃ言っちゃういただきます。うん、美味しい。うん、めっちゃ美味しい。パンがもちもちです。マックのよりももちもちで、あ、
そうさまでした。フレッシュネスバーガーめっちゃ美味しかった。なんかね、パンももちもちだし、フィッシュフライもカリカリだから、結構ね弾力があって、一つでもすごくお腹いっぱいになりました。今日はクリスマスイブですね。私のクリスマスはいつも何してるかというと、なんだろう、そうだな、あ、さっき買い物に行ってきたんですよ。ユニクロでね買ってきたんですけど、話したことあるかもしれないんですけど、おじいちゃんとおばあちゃんのサンタクロースをしたんですよ。おばあちゃんとおじいちゃんが寝てからリビングにプレゼントを置いて、朝どういう反応してくれるのかなって思って、それが5年前ぐらいなんですけど、そしたらなんとおばあちゃんがね泣いちゃったの。なんかサンタさんなんて今まで来たことなかったって言って、で泣いちゃったらさ、やめ時わかんないじゃんねだから私はもう今後ね、これからずっと続けていこうかなと思って、おじいちゃんとおばあちゃんのサンタさんはやってます。今日買ってきたのちょっと持ってこよう。ユニクロなんですけど、いつもねそんな大したものあげないんですよ。なんかちょっとしたもの、こちらウルトラライトダウンと、ウルトラライトダウン、寒いじゃないですか最近、だからコートのね中にでも着てもらえたらいいなと思って、ウルトラライトダウンを2着買いました。おじいちゃんとおばあちゃん用ね。それは欠かさずやってるんです、5年ぐらいだけど、他何してたっけな、だ彼氏がねいた時もあったと思うんですよ、クリスマス。でも全然覚えてないんだよね。彼氏と過ごしたクリスマスって全然覚えてないの、ひどいよね。いたんだよな。でもらったものは覚えてんだけど、過ごしたっていうのと、あとあげたものを覚えてない。あ、なんか思い出した、あのクリスマスの日に31のアイスケーキかなんかを食べたんですよね。でその人とね過ごすクリスマスは確か初めてだったのかな。何を私は間違えたか、またポッピングシャワーのアイスケーキにしたね私たちみたいなこと言ったんですよ。でその人とねアイスケーキを食べたことなかったらしいんだけど、なんか浮気でよくあるじゃん、なんかあなた浮気してるのみたいな、その食べてないのに食べたって言ったとか、言ってないのに言ったじゃんみたいな。いや他の人とも食べてないんですよ私、その人と食べた記憶があるの、怖いでしょ。妄想してたのかな、わかんないんですけど、なんかその人にね食べたことないよって言われて、すごい心の広い方だったので、あごめんって言って、だけど他の人と食べた記憶もなくて、誰かと間違えたとかじゃなくて、本当に単純に2回目の気がしてならないみたいな言って終わったんですけど、めちゃくちゃ気まずかったですね。本当にね浮気とかじゃないの、浮気したことないし、元彼と重なったわけでもないんですよ。元彼とも食べた覚えがないから、あれは何だったんだろうなっていう私のクリスマスの思い出でございました大丈夫これちょっと動画にできますか。まあクリスマスといっても普通の日曜日なんでね、一人でご飯食べてる方とかね、一緒に食べていきたい私は、みんなとね。私も一人で今食べました。こうやって動画をね通じて一緒にご飯食べてるじゃないですか。うざいかな、うざいかな、うざいですか、大丈夫ですかちょっとアングルもねちょっともっと上だよね、もう、あよし、あここで話せばよかった。まあこんな感じですかね今年2017年のクリスマスイブはこんな風に一人で過ごしてます。皆さんは何をしてますか。来年はきっと彼氏と過ごしているでしょう。そんなことを願いながら今日の動画を終わりたいと思います本日もご視聴ありがとうございました。良ければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今年もおじいちゃんとおばあちゃん喜んでくれるといいな。なんかこうしているとリア充そうですか痛い。